ますよ。はい、始まりました。今日短いのでさっといきますね。今日お届けするのはこちらです。はい、今日はハイフライという LP、 ジャッキー・バイヤードというピアニストです。黒人のピアニストです。ピアノトリオで、ベースロン・カーター、ドラムピートラ・ロッカー、もうすごいメンバーです。ジャッキー・バイヤードという人はですね、こんな割と大柄な、この人がピアノを本当に弾くんだろうかというような容姿の方です。で、今お届けしているのは有名なバードランドのコメディ歌、ララバイ・オブ・バードランドという有名な曲ですね。イギリスの盲目のピアニスト、ジョージ・シアリングが作った曲で有名です。まあ、どちらかというと、ボーカリストが歌いますね。以前、サラ・ボーンの曲でこれをお届けしたことがありますけども、こういろんな、割とボーカルの人がやります。演奏はですね、ないことはないんですけど、こういった曲のようにメロディーが割と先行するような曲はですね、ごちゃごちゃするよりさらっとして、これが本当にこのジャッキー・バイヤードのこの LP に入っているこの演奏はすごく私大好きですね。このドラムもピートラルとかベースも聴いてますし、もう名演です。ということで今日はジャッキー・バイヤードが演奏するダナバイ・オブ・バードランドをお届けしました。バリエル・ボイザでした。じゃあ、さよう。